はい、皆さんこんばんは。ぽちおチャンネル、ぽちおです。こんばんは、ぽちこです。はい、今日はね、タントのもう一つ、はい、ファンクロスっていうのちょっと違うな。知ってます？シアン。ね、うん、これね、キャンピングとかそういうの向いた感じの、うん、ファンクロスっていうのはデビューしております。アクティブな。そうそうそう。まずね、今までのアルちゃん、ベルちゃんのように、はい、お値段からいってみましょう。お値段、はい、いってみましょう。タントファンクロス、はい、ですね、ターボの方は177万6500円から、ね、はい、もうこう単なるファンクロス、ターボなしです。ターボなし、これは168万8500円から、ね、うん、ポチコさんも嫌だけど、そんなに10万あるかないかの開き、うん、ぐらいですね。で、燃費とかも普通のタントと変わらないそうやなです、はい、で、じゃあ何が違うのっていうのはもう見て分かるように外観になってきます。はい、はい、で外観のカラーはこんな感じでね、こうほんまアクティブな、わいいな、お出かけやん。上にね、天井のこうルーフの上にね、うん、こういうのついて、うん、一等分とかすごくワイルド感がありますよね。はい、で、これのボディカラーが、ね、はい、レイクブルーメタリック、はい、サンドベージュメタリック、はい、フォレストカーキメタリック、はい、コンパーノレッド、レッド、シャイニングホワイトパール、うん、ブラックマイカメタリック、うん、クロームグレーメタリック、へー、レーザーブルークリスタルシャイン、クリスタルシャインっていうのが単色で出てます。それとツートン、はい、あ、ツートンもある。ね、ツートンがこんな感じで全部ね、もうね、上は黒っていう感じであります。やっぱツートになったらちょっと雰囲気変わるね。なんかちゃうね、うん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 、で、運転支援機能っていうのこれもほぼほぼ一緒ですからね、はい、うん、普通のタントとか、うん、スマッシュとかついてて、うん、まあその完全自動運転じゃないんですけど、はい、まあ何かあった時にね、うん、予防もしくはアラームで知らせてくれたり、うん、ハンドルで修正だったり、アシストしてくれる。そう、これはもう絶対止まらんぞ、当たるぞっていう時にはブレーキが働く状況であればね、ブレーキで止めてくれたりという機能が、はい、うん、ね、こういうふうに弱ブレーキ、ちゃんとブレーキねっていうふうにその場に応じて、で、まあ、あくまでもね、抑止効果なんで、はい、まあ、安全運転第一で、はい、その中でね、うん、気をつけないからね、はい、まあ、こんなふうにだらっとあります。はい、快適装備というところで、はい、快適装備の方何があるかというとですね、やはりこういう、まあ、ドアがね、キーのは一緒です。左側ね、ミラクルオープンドア、もうこれはタントは歴代ね、はい、はい、やってます。あと両側パワースライドドア、ワンタッチオープン機能、ウェルカムオープン機能、タッチ、ゴー、ロック機能付きということで、これもほぼルーミーと一緒ですね。あのボタンが付いてて、そのボタンをタッチすればオープンしてくれます。あとウェルカムオープン機能っていうのは、前もって時計のマークがあってね、それを予約すると持ってきた時にね、ちょっと車に近づいただけでサイドの後ろがガーッと開くと、いいね。あとタッチ5、6機能っていうのはもういちいち閉まるのを待たずして、うん、もう閉まりの最中にロックをして離れるとロックが2つ、すごい、ね、あと角度式シートバックテーブルですね、うん、テーブルが2つついてます、うん、運転席、助手席ね、いいよ。あとファブリックのシート表記に撥水加工がされてます。あ、いいね。で、生物のこぼしもさっと拭き取れると。あと360度スーパー UV カットと、はい、あとシートヒーターですね、運転席、助手席と、あとリアドアサンシェード、うん、で、あと燃料の口ね、これドアロック連動フュエル リッドということで、うん、要はワンプッシュでは開閉できます。ギュッて押したら開くってことか。そうそうそう、レバーは開閉です。まだこんなな、なんかいいね。結構最近このね、ワンプッシュ増えてきてますね、うん、はい。それとナビオプションということで、ナビはこれね、ポチョのルーミーとよく似た感じのね、はい、9インチのディスプレイオーディオ、はい、で、これが大きく違うのダイハツコネクトっていうの、うん、これでね、あのスマートフォンとつながる機能が増えてますね、明らかにルーミーよりも。
と、もう一個ね、10インチスタイリッシュメモリーナビ、ワイドスタンダードっていうのもありますよ。あ、ナビもある。さらに大きい、10インチです。10、大きいな、ね。で、まあここにパックオプションっていうのね、スマートクルーズパッドとか、パワーモニター、太陽カメラとか、まあ、これはもう皆さんの好みでね、はい、選んでいただければと思います。あとアクセサリーが、まあこういう感じで全然違うんですよ。2種類ありまして、ファンクロスね、2つのスタイル、ドレスアップか、ということで、まあ、外観もこうちょっと違う雰囲気あるんですけども、この緑の方がね、こういう、フロントグリルガーニッシュメッキだったりとか、サイドとかね、あ、なんか入っとんな、ステッカーみたいなとか、ところもなんか本当はメッキなんですよね、この部分、これこうブラックでね、引き締まった感じになったり、ちゃうね、変わるね、あとこういうね、ホグの部分ですかね、本来がこういう風になってますね。金属調 の、 この強そうな感じのね、そうそう、どんどんどんいけそう、はい、これはもうなんか3点セットとか2点セットで買うと 30% オフですよとすごいなってます。オフ、ほんまや。あと給油口のね、とこも担当みたいな、こういう、これはね、一応ファンクロスだけないし、カスタムにも普通の担当にも合いますよっていう、そうなんじゃん、出てますね、ドアの分もね、この金額でいけますよ。あと羽根もね、あ、すごい大きい、ね、あとドアミラーカバーとかね、あ、カバーなの、これも3つ一緒出てますね。あとホイールもね、15インチオフロードタイプっていうのも、あ、すごい、ね、1台4セット出てます。でもう1個の部分ですね、こちらのカジュアルアクティブっていう部分で、こちらの方のこういうね、テントもできるし、こう天井にっていうのもできます。こっちはね、大体なんかステッカーが多いです。なんかね、あの緑の方とまた違って、ステッカー系が多いんですけど、まあ大きい売りはこれっしょね、多分ね。ルーフキャリア、ね、天井の。荷物のそうやつ？がここの上にね、まあおしゃれでつけとる人もいますけど、あ、そうなんだ、本来はここに、まださらに、なんだろう、プラスチックよりももうちょっと頑丈な感じの蓋付きの鍵付きのやつをこうガンと上に乗して、これをゴムバンドでしっかり固定してっていう感じが本来の使い方ですけどね。まあ皆さんおしゃれな場合もあるんで場合はい。でインテリアの方にあったのかな、あ、なんかかわいい、ああ、そうそう、こういうね、シートカバーみたいなのもあります、ファンクロス用の、あ、そこミッキーとかおるで、そう、ミッキーもあります、あ、鍵もあります、ディズニーアイテムはこちらっていうのもね、すごいな、こういうのもあります。ラゲージコンフォート、あ、おすすめだったかな、あ、ここやね、そのまま出します、ここカータープ、あ、ね、テントみたいな、そうそう、タープなんで、これの中にテント作ったりとかするんですけど、まあまあ使い方なんですけど、まあタントの中で、まあ、かテント的にプラスであればちょっとここに出て、バーベキューしたり、椅子を並べたり、ほんで寝るのはこっちとかね、まあそのテント、まあ、実際こっちはしてないですけど、まあそれなりに YouTube で勉強した知識で言うと、このタープっていうのはテントじゃないんですよ。テントの上に温度をちょっとでも保ったり回避したりするため、まあ、この中にもう一個テント作ったり、ね、タープっていうのはもうまた別の違うな、意味合いが違うな、そうそうそう、でもまあこのタープもね、木入れをくくりつけて本来はしたりとかする、結構面倒だと思うんですよ、まあ、この車はね、あのこのミニカーだけでもしてくれた、あと半分こう2脚足伸ばすだけなんで、したことないですよ、したことないけど、したことないけどね、でもだいぶ助かるんじゃないかな、でこれも嬉しいことにファンクロスカスタム担当、3ついけますよ、でフロントのサンシェードもちゃんとね、もうちゃんと型通りなんで、あ、すごい、これはまあまあ自分で今度作ってみてどうかななんですけど、もう一度あってるのとこれもありかな、ちょっとお値段高いですけど、まあでも真似やすい方じゃないんかな、ちょっと感覚最近おかしいですけど、お金のね、あとトノカバーとかあるんですよ、これ、これ便利でしょ、後ろ見えんの荷物 ね、 いいね、こうラゲッジネットとか、ね、
あとプロテクター、うん、いや、ね、これもペットとかおるパターンと思うんですけど、ね、ああ、ピッて飛ばんときなさんようにね、うん、まあ、もう飛び込むのはしゃあないですけど、まあまあな、ね、うん、うんうんうん、っていう風にいろいろあります。ほんでさっきもこのディズニーとか、これはもう普通のタントでもあの見えると思うんですけど、あらミッキーのね、うん、あのミッキーマウスの顔の感じのシートカバー、ほんまやな、いっぱいやな、ね、と、まあ、これが鍵やな、かわいいね、鍵、うん、かわいいね、しかもクッションもありますねディズニーパック 4点セット、20パフ、あらすごいね、上手な売り方するやん、あ、うん、マットに入っとんや、へぇ、かわいいな、ミッキーの、あ、ここの分アップでね、うんうん、はいはいはい、さらにアップかな、ダイハツ、あ、すごい、これはナンバープレートで、のネジちゃんとロック付きっすよかわいい、かわいい、取られんようにな、取ったらあかんよ、取る人おるやろ、ね、これだったらね、ほらほや、うん、この部分やね、うん、がセットになってっていう、うん、20%オフよ、まあやな、まあね、好みに応じて、うん、ということで、はい、いいのあったらねお買い求めいただけたらとというのが今日のね、はい、ポチョチャンネルでございました、はい、まあもう一つの担当ということでね、はい、まあ、ご存知じゃない方のためにということで、うん、今日はちょっとさらさらっとですね、はい、紹介ねさせていただきました、うん、ありがとうございます。はい、ポチコさんの車は何になるんでしょうということで、またはポチョチャンネルでお会いしましょう。はい、じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。もう悩む。